アフター311霞が関の中心で愛を叫ぶ。ただいまから始めます。なんですか。よし、歌ったことないけどこれいっちゃおうかな。私の空が燃えてるぜ、大砲の弾が破裂してるぜ、お前は殺しのできる弟子、まだ選挙権もまだ持たされちゃいねえ、猫担いで得意になって、これじゃ世界中が死人の山さ。でもよ、何度でも何度でもおいらに言ってくれよ、世界が破滅するなんて嘘だろう、嘘だろう。感じねえかよこの嫌な感じを、一度くらいはテレビで見ただろう、ボタンが押せれらそれで終わりさ、逃げ出す暇もあらしねえ、見ろよそこの若いのよく見てみろよ、するのも当たり前さ。でもよ、何度でも何度でもおいらに言ってくれよ、世界が破滅するなんて嘘だろう、嘘だろう。奴らは俺がおかしいと言う、でも本当のことは曲げられやしねえ、政治家はいつもごまかしばかり、法律と真実は隠せやしねえ、そりゃどうもするだけで平和が来るなんて甘い夢など見ちゃいねえさ。でもよ、何度でも何度でもおいらに言ってくれよ、世界が破滅するなんて嘘だろう、ところから逃げるに限る。一週間ほどずっとほど宇宙旅行に、でも戻ってくる場所は元のふるさと、シングルラットが闇の中に響く、潜水艦がジェット機が国を取り巻く。でもよ、何度でも何度でもおいらに言ってくれよ、世界が破滅するなんて嘘だろう、嘘だろう。東の空が燃えてるぞ、大砲の弾が破裂してるぜ、お前は殺しのできる弟子、でも選挙権もまだ持たされちゃいねえ、担いで得意になって、これじゃ世界中が死人の山さ。でもよ、何度でも何度でもおいらに言ってくれよ、世界が破滅するなんて嘘だろう、叫ぶ女
の子張り裂けすぎた胸の奥は踏みにじられた思いばかり歌い出した太鼓を鳴らせ弱者を踏みつけて宝飾する都市で恋人も友達も家族も絆さえ引き裂かれかねない取引がまた交わされる違ってるぞ、ね、岸田そう去年の2月は後藤さんがね拘束された時だって話を聞いた時にもう外務省に俺たちね抗議だから助けろと取りねちゃんと助けろというのを抗議行きましたけれどもねいやー、岸
岸田、岸田ちゃんとしろ岸田という感じですね。ねえ、みんなも自己責任とか言ってんじゃねえよ。またそれ言ってる人いるよね。そういうジャーナリストとかそういう人たちがいるからね、世界のことが知れて知れるわけだ。知れなかったら危ないじゃないですかね。ちゃんと頼むよ岸田。してほしいと思ってるんですよ。守るって言いながら、暴行したり、守って姉ちゃん、守ったことあるのかなと思うんですけど、まあ、ね、基地をこう、あった方がいいっていう人は、あれですよ、沖縄が、例えば、ね、沖縄から米軍がいなくなったりすると、そこの東のシナ海とか、なんだっけ、こっちの方とか、もう中国がこうそこに占領されてしまうというような話をしてるんだけど、ね、で、思うんですけど、まあ、まあ、そういうこともあるかもしれない、でも、その前に、じゃあ、中国だに、米軍がいないと、日本が負けちゃうってことだよねって、そう思って分かってることじゃないですか。ね、日本が弱いって分かってることじゃないですか。じゃあ弱いんなら、そんな、ね、外交とか、もっと中国の顔色を伺ったり、そういうような外交をもう、なるだけ前奏に持ち込まない、そういう外交をするべきだと思うんだけど、挑発しちゃったらそれダメじゃんと思うわけよ。いや、ちょっとおかしいんじゃないのと思うわけね。そう。ね、なんか筋が通ってないから、それで、いや、米軍がいるからこう、ね、中国に。の人とかね、なんかこうに対してなんかやさ挑発するのってさ、もしなんかだった場合ね、そういう風になった場合、中国戦争、日本が戦争になった場合、米軍がいなくなっちゃう場合もあるかもしれないですよね。あ、やっぱ撤退しちゃうとか、そういうこと考えないんですね。
ね、守ってくれる。なんかね、それがね、で偉そうに、弱っちいくせに偉そうに言ってるのがなんかダサい、ダサいと思いまして、ね、それだったら保守派の人の中で米軍に出てもらって国防軍を作ってちゃんと日本で守ろうと、そっちの方がまず筋が通っているね。いや別にそれに賛成ではないんだけど、そっちの方が筋が通ってると思うんですよね。だから中国が攻めてくるかもしれないから怖いから米軍にいてもらう、ちょっとおかしいよね。それだったら外交をもっと考えろよと、うん、もっとね、むしろ振り下してくださいよね、中国にね、と思うんだけどね。バカなんじゃないのと思うね、そこら辺ね。おかしいよね、と思います。まあそんなわけで、なんか考えてないんじゃないのって思うんですが、逆にね、そういうのね。それとだって怖い人がいるわけでしょ。怖い人がいて、じゃあ強い用心棒を置いて守っててもらおうみたいな感じなわけでしょ。そこで用心棒の状態で挑発してんじゃねえよって思うんだよね。おかしい、おかしい、もう全然筋が通ってない。だから本当に考えるんだったらね、もうちょっとちゃんと考えようよって思いますね。考えてないとしか思えない俺はと思いますね。まあそんなわけで次の歌を。インディアンを打ち倒して大陸を黒人奴隷蹴飛ばして、我が物顔で耕せ Go in the USA 相変わらず Go in the USA だ Go in the USA 相変わらず Go in the USA だ。黄色い猿のジタングは200年も鎖国してるぜ。逮捕を脅かして無理やり港開かせ Go in the USA 相変わらず Go in the USA だ Go in the USA 相変わらず Go in the USA だ。南と北で戦して成長期たためいた。古い差別は捨てたけど新しい変えただけ。原爆で打ちのめして使いっぱになった国じゃ、 USA の兵隊が何をやったって犯罪じゃないぜ。
と思うんですよね。なんだろう、撮影はでも清原かな、さっき言ったら。え、清原でしょ。なんか日程とね、あー、本当清原保釈。デモ来ました。デモ来ましたか。デモ、デモ来た。デモ、デモも来る。今日は何だろう、何でのなんとかって言ってるの。組合規定っぽいな。信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その権利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づくものである。
我らはこれに反する一切の憲法法令及び政策を排除する。日本国民は高級の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して我らの安全と生存を保持しようと決意した。我らは平和を維持し、先制統領中圧迫と偏見を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う。我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。我らはいずれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのだって、政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは自国の主権を維持し他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は国家の名誉にかけ全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。
山間部から離島まで、ミナフラッグ。クシャル湖から琵琶湖まで、ミナフラッグ。チラさんからアワちゃんまで、ミナフラッグ。ちょちょちょ、健康保険はなくなって、ミナフラッグ。医者の審査の金で、あやつき絶対保険金。降りないアフラッグ。県の地図に安心を招き猫ダック先進医療も通院も招き猫ダック猫とアヒルで可愛いふりしてみんなの幸せを奪うアロック。ぐれよくぐれ今すぐスマホでググれ GPT をマジやべえぞマジやべえぞやべえやべえ。はい、ありがとうございます。これ練習しないとダメですね。練習しないとダメだな。はい、ね、いってらっしゃい。いってください。ねえね、ね、ああジャイアンツの歌歌えないしね。そんなのあったっけ。そんなのあんのないないからね。侍じゃん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 。長渕の歌も歌えないですね。まあ微妙だ。微妙だ。なぜアマゾンを来てきたか。アマゾンですよ、ね、アマゾンが出版業界で直販あのそんなニュースをニュースが記事を読んで、あのなんだっけ、出版業者があって、あのそこの間に取り次ぎの店が取り次ぎの会社がいっぱいあるわけですね。それをあの省いちゃって直であのやると、そのね、アマゾンが、アマゾンがね、ね、対応者が破産したんだ。え、あ、対応者っていう、あ、中間取引のが、それの影響がね、小さな書店にまで出てる。なるほどなるほど。うちのあの本屋さんがね、潰れると思うんですよ。でもそういうことですよね。だからアマゾンが直販でこうやっちゃって、そうするともうみんな書店とかもね潰れちゃうわけですよ。そこなんですよ、言いたいのは。あの言いたいのはそう、あのこれが TPP ですよね。あの全部だからそういうね、あの何、あの一社だけ、そのでかいアマゾンのね、グローバル企業ですよね。アメリカの会社なんかどっか海外の会社ですね、アマゾンね。アマゾン自体アメリカの会社ですよね。電話上で一番最初に出るってことでアマゾンという名前になってる。ああそうかそうか、そうだそうだですよね。これ グローバルですよね。そうですよ。ね、こういうのにどん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 、あのいろんな業界が、あの支配されていくというか、それが TPP なんですよね。もうね、そうだから、あの築地の東洋水店の問題もそうで、あれも、中間仲卸業者とかそういうね、そういうのを排除するために、排除して、だから大手の何スーパーとかね、そういう大手 あの企業とかね、そういう取引だけにしてしまう。その豊洲市場っていうのは、なんか市場というよりはなんか物流センターみたいな感じになると思うんですけど、あの今の方になるとね、そうやっていろんな職業を奪っていくという、それが TPP ね。こうやってうまく話せないですけど、あの
TPP だからあのね出版業界だけでなくいろんな業界がこうやってねあの中間で食ってた人たちがどんどん排除されて、ね、ちっちゃい小売店とかも潰れみんながなんだっけね貧困になっていくというか、なんだっけね貧困で過重労働ねそうなっていくというみんな派遣の人になっちゃったりねそういうような話なんですよねみんな企業のでっかい企業の奴隷になっていくみたいなね、これからだから自分で何か店をやろうとか自分で何かをねやっていこうという人たちはその道がどんどん閉ざされていくというなぜで、あそうそうでこの仮面ライダーなんですけど仮面ライダーとかのグッズを販売してるのはバンダイじゃないですかバンダイがそういうね発売してるのこの昨日のニュースかなんかでちょっと見たんだけど、バンダイが必殺技という言葉があるじゃないですか。あれを登録商標に請願してるしてるというね。本当かいな。本当なんか書いてあった。プロレスはどうするんだ。そう。だからね、だから著作権の知的財産ってやつですね。これね。でそれがということはブログに必殺技って書いちゃったらお金取られるのみたいな感じなんですね。そうなんかね、TPP を見越してなんかやってるんじゃないかなとバンダイさんで登録商標しといて、ね、そこでなんとか、ね、でも必殺技とかってね登録商標しちゃダメだよねダメだよなんかもうやってもうなんだろう何にでも思う金になるものにしてしまうね新自由主義ね、水道とかも、ね、民営化とかさ水に値段つけるとかねそういうのってある実際に海外であった話ですからねだからそういうちょっとね TPP はね気をつけた方がいいだから今あそこで農水省でやってるの GMO の遺伝子組み換え食品 の反対ですよね遺伝子組み換え稲とかだっけをだから承認するかみたいなあれですね米が遺伝子組み換えになってしまうねそんな某モンサントさんのねやっぱ某モンサントさんが種で支配しようとしてますからね世界をねまあそうなんですよでモンサントさんはねだからまあね種の会社なんですけれども遺伝子組み換えのね種でなんだっけラウンドアップという除草剤をね作ってるんですけどその除草剤をまくともう雑草が枯れるでもモンサントで買ったその遺伝子組み換えの種では枯れずに残るねでそれでもう両方あってのあれですよねなんかマッチポンプですねなんかそうなんですよ、ね、ですねなんかそう一昨日見た仮面ライダーでショッカーを抜けてた人たちアドーの人がノバショッカーというのを作るんですけどもう世界征服なんていうのは古い経済で支配するというねそんなあれでしたねでそこで出てくるのはマッチポンプでしたねあそうか経済でのをなんかどうで支配されるのをどう説明するかっていうとあマッチポンプって分かりやすいのかなとか思った次第です次第です次第ですまあそんなわけでまあね二十何年前に書いた歌でまあその新自由主義のことを歌ってたんだなという曲を
泣いてる歩道橋を渡れば懐かしい景色が広がるはずだった。心が囲われた公園の奥には古い展望台の影はなかった。二人がここに住む部屋を見つけた時にこの街の空気はとても穏やかで通りに降り注ぐ日差しが眩しくて街路樹が青く輝いていた。この街を離れてそんなに経つのかと思うほど街は違う姿をしている。高速道路が今では伸びてきて空が灰色になった気がする。
しさが、ああ遠ざかるのをただ待つだけか。北風に震えて今すぐ街に帰る。毎年毎年暮らしは苦しくなるばかり。あけどくぐり抜け線路沿いに今は一人で、日の当たらない部屋を借りてる。北風が泣いてる歩道橋を渡れば、懐かしい景色が広がるはずだった。ありがとうございます。そうですね、今どれぐらいなのかな、時間が今38分、うん、もうちょいかな、このねね、久しぶり。こうね、こうこうでしょうか。順番。ね、佐藤くん、渡辺くん。渡辺くん。渡辺さん、渡辺さん。でしょうかね。先やりますか。あ、黒がないと。じゃあ渡辺さんで、ちょっと待っててくださいね、もうちょっと。あ、そうっすね。ね、俺だ。組み替えてね、まあ、ね、今まで遺伝子組み替えてないという表示がね、納豆とかしてあるってことは遺伝子組み替えてやばいんじゃないのってことなんですがね、まあ、ね、あのどんどんその遺伝子組み替え表示っていうのが TPP によってなくなるねっていうのはあるんですよ、これは本当にね。で、遺伝子組み替えのそのなんだ、食品を食べたマウスには体中にあの腫瘍ができてると、できたとある。だから人間にも何か影響があるでしょう、まあね、お母さん方ね、やっぱ食べさせたくないと思いますよね、子供にね。さあ何をやるかな。今日はもうデモとかも多いしね、いろんなものがあるので、そんな感じの選曲になってますね。なんかあった今日か。あれは後でやるの？あれ？オリーミード。うん、そう、後でやろうな。まあね。
ませんね。8時前に終わった方がいいよね、うんうん、まだ来るから。そうだね。あ、じゃあそろそろあれだね、うん、あれをやっとこう。じゃあ、じゃなくてね、そう、種で支配されないように僕たちで種をまこうじゃないか、まこうじゃないか。そんな歌。母親の涙が大地に染み込む。この俺たちが持たされたのは殺すためだけの道具。僕らの勝利が平和と安全のためにとデモカパー議員と決めた戦争の代償の罪と罰は俺たちに丸投げされる。No, no, 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 no,
なな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 も違う。でもバカ話いるので笑い合ったよ。この国に来て30年、日本人と家庭を持って、それでも永遠に外人なんだと君はよく言う。 All you need is love.パリでテロが起きて、ベルトでも起きて、ニュースで悲しみ取り上げるのはパリのことばかり。ミサイルが撃ち込まれた、国に武器はなかった、何の罪もない家族の肉が飛び散った。重なって国境で分けられて、こんがらがった今引き伸ばすのはいい機会。武力の行使は永久放棄、それぞれいろいろ違うけどさ、愛について考えてみることでつながれる日まで。All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need.はい、ビートルズさんの歌をね、リアクしました。
終わろう。ね、最後にだよね。まあいろいろ大変だけど、まあどんな時代になってもね、やっぱね、元気が一番。元気じゃなくてもいいんだけど、まあね、人間なんだろう、自分の気持ちをやっぱねポジティブに持っていくことが、まあ、やっぱねいろんな時にいいと思いますね。ね、偉そうに言ってますよ。まあそんなわけで、55通りという曲を。じゃないがここに立ってる、想像もしてなかったこの景色の中で、いつの間にかこんなに遠くまで、いつの間にかまた始まりを歌う、どんなとこに何を言っても自分でも帰れない、新しいことに胸がはしゃぐから、いつものようにまた始まりを歌う、出会えて嬉しいぜ、乾杯しようぜ、乾杯しようぜ、たくさんの人に会っていろいろもらった、痛み悲しみ嬉しいこといろいろもらった、本音も吐いて、自分も汚れたけどしがみつくように、また始まりを歌う、恨んじゃいないさ、乾杯しようぜ、酒じゃなくてもいいから乾杯しようぜ、乾杯しようぜ、
いいはい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。裏口からでした。じゃあ